はい、それではちょっと行ってみたいと思います。ちょっと似顔絵描いてるみたいですね。ちょっと書いてもらったみたいですね。はい、こちらでは何をなされているんですか。はい、こちらではですね、デッカちゃんの5秒似顔絵ということで、5秒で似顔絵を描いてるんです。なるほど、はい、昨年からもこちらで。いや、今年初めてで、あちらで大の字さんのキッズディスコっていう子供の DJ イベントをやりながらこっちで似顔絵を。じゃあちょっと今見た似顔絵見せていただいてもいいですか。サボちゃん、どうこの絵。この絵どう？かわいい？いいよ、正直に言っていいよ。かわいい。かわいいみたいです。言ってくれた。絵にも描けない美しさ。そうですね。緊張しちゃうんですよ、美人ごめんなさい。5秒なんで、本当にどこを撮られていいか、とりあえず輪郭からパッて描くんですけど、はい、それでこの綺麗な目に吸い込まれて、メンタル弱いんです。メンタルがね、大事なんで。はい、じゃあどうもありがとうございます。それでは描いてるところ実際ちょっと見てみたいと思います。はい、おはるちゃん、いいですね。じゃあ本内でね、1、2、3、4、5。おはるちゃん。どう、面白い？あ、似顔絵。小春ちゃんが面白い顔なんじゃないよ。僕がね、5秒だから。でもね、家で5秒でやってみて、絶対これ描けないから、この。5秒にしてはうまいよ、僕。ね。はい、小春ちゃん。どう、似てると思う？わかんない。これ似てます？なんか似てる。なんか嫌な顔して、家で勝負してください。道落ちてたら勝負できる。じゃあ面白かった。ありがとう。冗談だ。本気で捉えないで、へこまないで。じゃあどうもありがとうございました。またね。